うわっ、おんまここのボタンを押すと出たいねこの肉汁すげえ。うわー、どうもこんにちは、あけみです。おかげです。山です。アメリカ本場のバーベキューをガチ再現してみた。アメリカってバーベキューめちゃめちゃ盛んだって言うじゃないですか。はい。でもさ、日本人が思ってるバーベキューとなんか違くねって思ってるんですけど。ああ、そのイメージ。なんかそういうイメージがある。でもなんか具体的には知らないんだけど、うん、って思うんですけど。はいはいはい。そうなんですか。そうです。違う。実はそうなんですよ。え、なんかキャンプ場みたいなところでやるんじゃないの？うん、やったことあるよね。あるよ。皆さんもバーベキューっていう行為はやったことありますよね。ある。年1、2ぐらいやってるよ。やってるよね。やってる。大学生でもやりますよね。河原で場所とかさ。河原でね。そうだよ。あのね、缶チューハイ飲みながらやりますよね。だからね、こうね、ファイヤーみたいに言ってね。大体山梨でやるんだよ。山梨ね、あるんだよね。海辺とかでもあるんだよね。そう、いろいろあるでしょ。ふざけんじゃないよ。違う。山梨じゃない。ふざけんじゃないよ。違う。ファイヤーって焦げそうじゃねえんだよ。それはやめてくれよ。トントロが焦げるね。トントロが焦げる。油がすごいじゃないんだよ。やめてくれよ、それは。違うの？違うんすよ。近くにスーパーないよね、この辺。30分ぐらい片道かかるわ、じゃない。違う。違うんだ。全然ダメ。こんな全然ダメ。こんなでっかいパックのやつしかないな。そうそう。いや、適当すぎる。ほんとダメ。違うの？いや、そうなんですよ。アメリカはね、バーベキューを確かに直火で当てるみたいなのも、うん、そういう地域もあるんだけど、はい、一番王道とされてるのは、うん、テキサスのスタイルなんですけど、弱火で長時間スモークするっていうのが、もうそれがバーベキューなの。あ、そうなの？弱火、長時間スモーク、もう真逆。お前らがやってんの真逆。アメリカって弱火って概念あんの？いや、あんのよ。鬼強火しかないんじゃない？だよな。なんか常に待つみたいな。そう思うよね。だからそういうスタイルも一応あんのよ。それもあんだ。そう、ステーキとかね、焼きたい時にかなり高温でやるみたいな定番なんだけど、王道はこの低温なのよ。低温スモークですよ。そうなんだ。そう、その中でも一番人気のもうキングオブバーベキューと言われてるメニューがブリスケットなんですね。そんなに食べなきゃいけないの？そんなにブリスケットなんだ。そんなに B 言わない。ブリスケットなんですね。それ、あ、聞いたことない。ちょっと言ってみろ。ブリスケットでしょ。言ってみろ。ブリスケットダメですね。ダメ。ブリスケットなんですね。そんな破裂させなきゃいけない。そうです、そうです。ブリスケットっていうのは何なの？そのブリスケットはですね、まず肉の部位の名前でもあるんですよ。料理名でもありながら。なるほど、部位なんだ。ここですね。胸ら辺ですね。はい。だから、ここね、体重の半分をこの筋肉で支えてるわけよ。はは、そうなんだ。前側のってことね。そう。だからめちゃくちゃしっかりしてるお肉の部位で、筋肉ついてるじゃん、結構。そういうこと。そうそうそう。めっちゃ腕立てしてる人のここっていうことみたいなね。いや、そういうことですよ。そういうことだね。そうなのかな。大きさがこのくらいあるのよ。あ、でかいの？ブリスケットをまずやるってなると、このくらいの大きさなんですよ、肉が。そう、アメリカでブリスケット作ろうってなったら、そういうのを用意するってこと？そう。あ、そう、見たことない。その大きさですよ。だから本当いわゆるこのくらいのさ、カルビとかさ、パンみたいな感じじゃないんだ。そう、違うんですよ。細切れの買わない。買わない。買わない。丸々5キロから10キロぐらいの大きさのやつで調理します。それ持って山行くの？いや、山は行かないんだよね。そこは一回忘れてもらって。あ、違う、そっからが違う。山梨は忘れてもらって。そっかそっか。そのでっかい肉を15時間とか焼くから。15時間。え、何曜日それ？何曜日にやってんの、バーベキュー。やばいよね。いろんな工程があっての15時間なんだけどね。なるほどなるほど。そう、9時に始めて、もう夜中じゃん、食べるのね。いや、だから9時じゃ間に合わない。24時になっちゃったもんね。朝の4時とかからですね、起きんのは。マジで？そう、今日バーベキューやろうって言ったら、やっぱ朝の4時からスタートしないといけない。そういうことですよ。すごいね。これをいかにうまく焼けるかが、やっぱそのアメリカのお父さんとしての威厳がかかってんだ。そう、なるほどね。いかにうめえブリスケット焼けるか。なるほどね。っていうのはマジである。それは家庭でやるんですか？家庭でできるんです。アメリカだったらね。アメリカだとできるんですよ。なるほど。ただ日本だとね、なかなか難しいですね。そうなんだよね。それをやる機材もないし、お肉も、もうブリスケットって部位も全然売ってないんですよ。いや、聞いたことないよね。
ということで、はい、まあ、今回環境が違いますよね、はい、本当だ、はい、そうですね、こちらに来ております、はいはい、こちらがウェーバーグリルアカデミー青山というところでございます。へ、はい、いや、このアメリカ式バーベキューができる場所がないかっていうのを探してて、うん、なんかいろんななんかところ探してたんだけど、なんと東京にあるという、はい、いや山梨に行かなくても本当に、いや本当九州とかに行こうとしてたからアメリカのこの、ね、ちょっと見えてますけど、うん、この巨大グリル、はい、こちらね、うん、これが ね、 ね使えて、うん、っていうところすごく少ないんだよね。いや全然これないよな。いや本当にマジでない。探して探して九州も探して、うん、表参道にあった。なんでウェーバーってすごいさ、うん、メジャーな、うん、アメリカですごく有名なバーベキューのこのグリルのメーカーなんでね。そう、信頼のウェーバーでございますね。はい、今回はそこをお借りしてやらせていただきます、はい、このさ、これがあるんだアメリカに、こういう感じのやつがある。サイズこれならもっとちっちゃいのかわかんないけど、そうそうそう、コストコに行ってるよね。あるんだよね、コストコにこのサイズのこういう感じのね、やつ、詳細はちょっとわかんないけど、うん、なんかでかいのあるよね。あるある、あれ、ね、どうやって持って帰んねんっていうやつね、うん、売れてるの見たことないけどこのウェーバーグリルアカデミーなんだけど、うん、はい、普段はプロの、ね、方がアメリカ流のこのバーベキューを教えてくれる教室みたいな感じになっていて、うんうん、そこにはねブリスケットはないんだけど、うん、まあ、今回我々がこう お願いしてやっていただくっていう感じになってます。はい、はい、そして、はい、ブリスケット肉をどこでゲットするか問題なんですけどね、はい、今回はね、うん、そのミート街というお肉屋さんで仕入れたということですね、はい、ブリスケットも、うん、日本でいうブリスケットとアメリカのバーベキューのブリスケットはもう結構違うんだよね、認識が、うん、だからそのアメリカのバーベキュー用のブリスケットっていうのを販売してくれるお肉屋さんめっちゃ貴重なんだって、うん、今回あのウェーバーさんに紹介していただいて、うん、そのミートガイさんから購入しました。はい、はい、すごいね。じゃあもう本場の機材と本場の肉が揃ったってことでしょこれ、ね、そうそう、めちゃくちゃ楽しみそうだよね、うん、ブリスケット俺食べたことあるんだけどさ、うん、2人はいやないと思う。いや聞いたこともないし、うん、でやっぱ俺はその細かい肉を焼くやつ、ね、これではないけどこれでは焼けてない。大学生が細かい肉をこうやって焼くやつは食べたことあるけど、ね、うんうん、焼肉みたいな感じじゃないってことでしょ。そういうことじゃないですね。ステーキっていうかその塊肉を焼くってことか。そう、塊肉を焼いて切って食べるみたいな感じなんですよ、うん、ビジュアルから分かんないから、うんうんうん、楽しみです、はい、うん、めちゃくちゃうまいっす俺初めて食べた時びっくりしたうますぎてでしかも今回はそれをさここで焼いて食べられるっていうね。う、嬉しい嬉しい嬉しいです。いやもう俺でも全然想像できてない、その味とか見た目も分かんないし、うんうんうん、じゃあちょっと魅力を、うんうん、ちょっとだけちょっとね、知りたい、ちょっとだけ知りたいと、あのもうねめちゃくちゃ柔らかいの。へえ、柔らかいんだ。めちゃくちゃ柔らかいの。長時間やることによって、うん、溶けるようなお肉になって、はい、それがもうすっごく美味しいんですよ。そんなさ、油ばっかりの部位じゃないわけでしょ、うんうん、だけどそんなに柔らかくなる。そう、確かそれが素晴らしいね。なるほど、うん、じゃあ作っていきましょうか。はい、はい、今回使う肉持ってきます。やった、はい、こちらでございます。すごっめちゃくちゃすげえまな板よりでかいめちゃくちゃすげえ重い。マジでこれ8キロぐらい。はい、じゃあこういうことこれなんだね。マジでこれを焼くってことなんだ。その十何時間かけて。そう、こっちから持ってってすごいよ。ああ重いね。すごいよこれ。うわ重いマジですごいよこれ。恐ろしいよな、うん、これ焼くの。これを焼くんですよ。これで焼けんだ。マジこのサイズって思うよね。よく初めてやった人これ焼こうと思ったね細かくしないよって思うよな。普通な薄くしないよって思、ね、うん、ってってお前綺麗よまずは、ね、欲張りすぎだよ。いけるってみたいな ね。で本当はブリスケットはなんか今回のだと 9.4 キロぐらい元が丸々あって、うん、そこからそのトリミングっていうのかな、うん、このカットしてもらって8キロになったと、はい、その部位的にね。そう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 、購入段階では絶対こんな感じで来なくて、うん、必ずもっとねこのくらいのもっと四角っぽい感じで来るのよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。トリミングをすることで、うん、丸っぽくする感じを目指したいのよ。なんでかというと、うん、そのめちゃくちゃ長時間焼くじゃないですか、うんうんうん、でこの角とかがあると、うん、もうその角の部分がめちゃめちゃこの火が通り過ぎちゃう。均一に火加減をしたいから、そう
丸くするんだ。そう、それもあるし、うん、トリミングする前のところにはめちゃくちゃ脂肪の塊みたいなところもあって、うん、なるほど、油がそれが残ったまま調理するとちょっと脂っこすぎるみたいな、その落ちなかったりして、その長時間焼いた時にちょっと口当たりが悪いみたいな感じだったりとかがするから、このトリミングの作業は必要っていうことなんですね。なるほどね。でこのしていただいたということです。はい、ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗、確かにね。そう、なんか大陸、なんかいや航空写真みたいな、本当そうだ、なんか飛行機から見たね。月とか言われてもなんか月面ですとか言われても納得するわ。手がこれだからね。すげえ、すげえよな。っていうかさ、牛ってでかいんだね。そうだね。それがここだけだから ね, ね。これをね、はい、下処理していきます。これやんの今から。これをやります。マジか。まずは、はい、オリーブオイルを塗ります。はい、オリーブオイル。まあね。まあまあまあ。あ、来た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 。なるほどね。塗るんだ。じゃあなんかもうさ、ってね、オイルマッサージ。そう。本当に。バーベキューだから今バーベキューを始めてます。ちょっとバーベキューやるよって言ってさ、これやり始めたらさ、もう待て待て待てってなるよね。そして次、塩コショウガーリックパウダー、塩コショウガーリックパウダー、はい、のミクスチャーですね、これは。なるほど、はい、これこんな感じね。うん、たっぷりね。すごいね。まあさ、中めっちゃ熱いもんな、うん、確かにこの厚さだもんね。そうだね。いや、すごい美味しそう。めっちゃいい匂いする。いやちょっとなんか肉に見えなくなってきた、なんか。そうだね。とにかくすごい量のシーズニングをすると。そうね。ちょっとひっくり返します。はい。わぁすごい。うわ、裏もすごいね。いやなんか博物館っぽい気がするな。わかるわ。なんか宇宙から持って帰ってきたものみたい。こちらも同じ感じでやりますね。でも綺麗だね、この筋が。そうだね。本当に赤身の肉だね。うん、せやな、うん。焼肉屋さんとかでも出てたりするんですか、これ。あの煮込み系ですよね。お肉屋さんとかで売ってる、はいはいはい、カレー用とかシチュー用みたいなのが書いてあるじゃないですか。はいはいはい、あれが大体ブリスケットの部位使ってるところなんで。そうなん。この部位は食べてるけど、うん、こういう姿では見ないっていう。うん、いそうだね。かなりこう揉み込む感じなんだね。そうだね。そうね、しっかりとね。うん。うん、料理人っていうよりなんか陶芸家とかに見える人。なんか京都とかのさ、うん、庭作る人みたいな。枯れさんね。確かに。あの前にさ、七面鳥を丸焼きしたやつよりでかいじゃん。いや全然でかい。そうだね、そうだね。全然でかいと思う。ね、あれ5キロぐらいじゃなかったっけ？かな、5、6。そう。これも8位もありますからね。すげえな。肉だけだよね。そうだね、そうだね、うん、本当にシーズニングこんな感じですね。うわぁ、はい、なんだかわかんないよこれ。何やっぱり切った方がいいんじゃないか。やっぱ日本的な感覚だよ。そうだね、やっぱ、うん、日本で育っちゃったらそう思っちゃう、ね、やっぱダメなんだこれは、うん、ダメだね、うん、ね、怒られるよ。怒られる。テキサスのお父さんに怒られるよ。今のもう不適切なこと言うってことになるね。そうそうそう、オフェンシブだから、それはオフェンシブだよ。オフェンシブ発言だから、バンだね。アメリカの YouTube だったらバンされたね。はい、はい、ということでシーズニング完了です。おぉ、一仕事すげえ。すごいよね、俺ね。で、はい、これをグリラーに、うわぁ、入れます。グリラーに、はい、はい、グリルに入れます。グリラーに今回使うのがこちらでございますね。はい、このへぇ、でっかい本格的なやつよ。改めてでかいよ。なんかトランスフォーマーに出てきそうだ。いや、出てきそうだよね。ロボットにこれがジャーってなって、うん、アタックしてきそうだもん。強そう。強そうだよな、ね、これ開けます。入るね。すごいね。これめちゃくちゃハイテクらしくて、うんうん、これいろいろ説明してもらったんだけどさ、うんうん、あのここにね、ここにライトがついてて、うん、ほら、うわ、これですね。暗闇でもこれ作業できるように、これライトつくね。うわすごい。スイッチ、スイッチがあるの。スイッチここにあるんだよ。え、このハンドルの横のところ。横に。あとね、うん、ここにね、肉の内部温度を測る瞬間温度計、あの針みたいなのを刺して、あれを、うん、このバン刺して、うん、このデジタルでここにで出てくるんだよ。内蔵されてんだ。すげえよ。なんだ、すげえよそれ。すげえ。なんだ、だから超重要ってことだね、温度管理。あ、そう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 、うん、で こっちはその個の温度ね。そうそうそう、ね、でこっちに出てくるのが肉内部の温度が出てくるっていう。うわ、めちゃくちゃ
すごいよね、このハイテクじゃない。ここはこのサイドのファイヤーで、はあ、ここでなんかフライパンとか乗っけて、その網系じゃないものをこっちで、ね、はいはいはい、そう、そっち用のやつもありますよ。 あと、ここもライトもつけてたりするんで、もしよかったら。うわ、すごいかっけー。今見ました。何今見ましたか。おい、ここのボタンを押すと、でかっけー。マジかよ。なんだよこれ、かっけー。なんだよこの機能。めちゃくちゃかっこいいじゃん。やっぱ15時間かかるからさ、 4時からやるときはやっぱ暗いから、外が。これあった方が見やすいかもね。そうなんです、そうだね。かっこいいわ。で、次に、はい、ウッドチップ。ウッドチップ、はい、先ほどこのスモークが大事と申し上げましたけれども、はいはい、こちらですね、このスモークのために使うのがこのヒッコリーのウッドチップでございます。ヒッコリーってなんですか。ヒッコリーは非常にメジャーな、うん、あのスモークのために使われる木の種類ですね、うんうんうん、はい、とお水、これ乾燥しないために、これをグリルの中に入れてスモークするんだね。そういうことでございます。これをグリルにセットしますね、はい。ここ本当はあのこうやって縛ってるんですけども、はい、こうやって外してスペース開けて、この三角の下に火がこうバーってなってる感じなんですけど、うん、まあ今ついてないです、うん、そこの上にこれを置くと、うん、はい、でこの上にカバーすると、うん、こうやってやるんだ。これでセット完了ですね。なるほど、はい、これで火をつけて、うん、余熱します。なるほど、はい、余熱してからお肉を入れるという感じでございます。なんて火つけますか。火つけますね、はい、はい、火力もさ、もうほとんど火が見えないぐらいのこので、このサイズから考えたら、うん、弱火だよな。弱火も弱火だよな、うんうん、でこのくらいにセットして、はい、締めて余熱します。はい、はい、で待つと、はい、はい、余熱完了しました。おお、はい、ということで、はいはいはい、肉を入れていきたいと思います、はい、うわー、ついについに、では、はい、よろしいでしょうか。はい、これは大仕事だな。そうだね、脂身側が上になるような感じで、はい、はい、入ります。いきます。ライオンキングみたいな。おお、すげえ。これはすごいね。アート、いや、わかるわ。アートですよ、ね、そんな感じするわ。そしてこっからですね、はい、加熱時間がですね、はい、13時間やります。いや13時間です。13時間やらせていただきます。13時間やるの、はい、13時間、ありがとうございます。そっか、はい、何回帰っていいですか。今回はですね、はい、帰る必要はないです。ウェーバーのスタッフの方に焼いていただいております。ありがとうござい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 ます。始発で来られたということで、本当に本当ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ大変じゃん。ありがとうございます。本当にもうご好意で、はい、事前に同じ手順で焼いていただいていたという、はい、ことですね。そうでございますね。13時間13時間、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカのお父さん、アメリカのパパや。ありがとうございます。ありがとうございます。完成したものがですね、こちらに入っております。はい、だむちゃくちゃいい匂いしてきた。そんでしてるね、ね、うん、本当にいい匂い。楽しみ。よし、開けちゃいます。開けましょうか。はい、はい、こちらでございます。え、はい、これね、びっくりしますよね。え、失敗しました。もしかして審査員、もしかしてこれは焦がしちゃったみたいな。違う違う、これ焦げじゃないです。焦げじゃない、焦げじゃない。皆さん、これ焦げじゃないです。違う、焦げではないです。はい、これめちゃくちゃ大成功で、これこういうものなんだ。そう、これはね、この黒い部分は焦げではなくて、うん、このバークっていうものなんですよ。 BARK バーク、ね、ありがとう、スペルまで。 BARK バークで、これ何かというと、はい、最初にこのいろいろスパイス塗ったじゃないですか。塗りましたね、いっぱいね。そのスパイスと、うん、このお肉が加熱されることによって出てくる水分と、うん、お肉のこの油と、うん、この木から出てくるスモーク、はい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 、この4つがこのいろんな複雑な化学を、うん、化学をしていろんな複雑な化学をしてうまみの塊として出てくるのがこのバークなんですよ。バーク、これ食べるの。これこのまま食べます。
でもなんなら、うん、この焦げの部分って例えばこの端っこって焦げめっちゃあるじゃないですか、うんうんそうね、この端っこだけを集めたメニューとかあるんですよ。これ Burn Ends って言うんですけど、へそれだけが欲しいみたいな人もいますから。黒いけど焦げじゃないんだよね。焦げてないです。焦げって言ってたけど焦げを集めてって言ってたけど焦げじゃないんだよね。紛らしいのは、はいはいはい、この Burn Ends っていう商品名が、うんうん、この焦げた端っこっていう直訳なのよ。英語的には英語的にはそうなんだけど、うん、でもそれは焦げの塊ではない。なるほどなるほど。素人から見たら焦げっぽい集まりだよねっていう名前なわけだから。アメリカの人的にも見た目が焦げてるよねって思ってる、っていう人はいっぱいいる。そういうことね。その英語的にはね、そう見えるよねって話です。そうそう。で本当は違うんだよと。バークなんだよ。本当はバークですから。BARK バークですよ。BARK ね。スペルはいいよ別に。この15時間ぐらいで何が行われたかっていうのを、うん、確かにね、あの状態からどうやってこうなったんだっていう。そうです。いやちょっと全然違うじゃんねって。そうそうそう。あの同窓会であったら全然違う人だったから。そういうこと、ね。そういう状態だからね今。まずはですね、この低温で 6-7 時間やるんですよ。アルミとかない状態で。あれやってさっきやって、うん、そう閉めて 6-7 時間まずやったもん、ね。そう長いって。裸の状態でね。まずが長いよ。そう。だいたい1時間ごとに。うん、このお肉が乾かないように、うん、この水分を足さなきゃいけなくて、うん、このアップルサイダービネガーっていう、はいはいはい、その液体をこのスプレーするんですよね、うん、1時間ごとに。それでこの内部が60から70度ぐらいを目指します。それで、うん、肉の内部の温度が、そう、なるほど。その段階でこのバークを作るんですよ。この最初の この6、7時間でバークを作るっていうのを目指します。なるほど、はい、そこで黒くなっていくんだ。じゃあそう、うん、そうです。バークがいい感じにできたらアルミホイルに包んで、うん、5、6時間焼きます。包んでまた5、6時間、はい、5、6時間焼きますね、うん、はい、でそのプロセスでは、うん、内部温度が、まあ、97度ぐらいを目指すんですね。97度ぐらいまでお肉が高温に達すると、うんうん、筋肉繊維みたいなのが溶け出すのよ、うんうんうん、あ、なるほど、繊維が破壊されていくんだ、うん、そうなんですよ。なるほど。最終的に何になるかというと、うん、あのゼラチンと同じ成分になりますから。なるほど。そう、あ、そうなんだ。そうなの。へえ。だからもうプルンプルンなのよ。そうなんだ。そう、あ、そうなんだ。やばくない？なこれじゃ中プルンプルンなの。プルンプルンだから。プルンプルンやばいよ。この状態にプルンプルンになった状態でこのナイフを入れると、うん、このバターを切ってるようなみたいな、え、常温バターを切ってるようなみたいに言われるんだよね。めっちゃうまそうじゃない？やばそう、ね、お肉がそうなってるってことも。そう、97度ぐらいまでなったら、うん、このアルミホイルのまんま2時間放置、うん、放置ですね。休ませる、休ませる、うん、で完成という感じでございます。断面をね、切って、いや気になる、見たいよ、ちょっと見てみましょうよ、うん、気になるよ、うんうん、え、柔らかい？おお。いきます。はい、はい、はい。うわぁ、だからこのさ、ほんとだ、この見てよ、このプルンプルン。うわぁ、プリンでやるやつ、美しい。でもすごいこう、スモークのいい香りが。ほんとだ、これがヒッコリーの、ヒッコリーのね、香りなんですか。で、これをじゃあ切りましょうか。はい、この包丁をね、うん、すごい包丁みたいで、ね、5万円でしたっけ、これ。これ5万円です。そうそう、もうこのこれを切るためにね、これ用意していただいたっていう、ね、ちなみに、うん、ここに置いてある、ちょっとギリギリ映ってないかもしれないですけど、うん、このグリルは6万円らしいです。ちなみにね、ちなみにねグリルと同じぐらいの金額の包丁を用意していただいたっていうことですよね。すごい切れ味なんだろうな。じゃあちょっと、はい、いきます。え、どんな感じ。うわ、断面すげえぞ。うわー、うわー、うわー、すごい、めっちゃ綺麗じゃん。うわ、この肉汁、肉汁見て、このこの肉汁、すげー、うわー、うわー、すげー、すげー、スープじゃん、マジで。いや、全体からこう均一に出てくるんだ、ね、すげー、美しい、輝いてる、すごいね、美しいぜ。ということで、うん、はい、食べてみましょうか。食べたい、よし、楽しみ。めちゃくちゃ美味しそう。このくらいの薄さが一番美味しいぞという、結構薄く切るんだね、情報をいただきましたんで、このくらいでいってみます。はい、プルプルしてるね、してる、うん、うわすごいね、うわ
。うわいいですねめちゃくちゃうまそうじゃん。何これ、めちゃくちゃうまそうだね。確かに本当に周りの一層だけしか焦げてないね。うん、まあ、焦げてないんだけどね。焦げてないんだけどね。だから焦げじゃないんですけどね。焦げてない。今こうざわつきましたよ。プロの方たち。焦げじゃないです。なかったな反応今。食べましょうか。食べましょう。これどうやって食べるんですか。はい、これはですね、はい、まずはこのまま。あ、味わっていただきます。いやいやいいね、はいはい、あとはですね、このジャック・ダニエルの、バーベキューソースもちょっと用意してきたので、これにディップしても美味しいかなと思います、はいはい、ありがとうございます。結構メジャーな、メジャーな方なんだね。そうですね、うん、とあと、うん、コーンブレッドっていうパン、コーンブレッドがあるんですけれども、これはアメリカのバーベキューではよく一緒に食べられる、うん、これパンの種類でして、トウモロコシを潰して、うん、その粉を入れて作ったパンですね。めちゃくちゃよく出てきます。あ、そうなんだ、はい、コーンブレッドの中もこんな感じのちょっと黄色いんですよね。そうね、そうギュッとしてるね、なんか。そう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 、うん、あとはお豆、まあご存知の通りね、はい、はいはいはい、ベイクドビーンズ、ベイクドビーンズでございます、はい、これをこうなんかねワンプレートにして、このバーベキュープレートみたいにするのはめちゃくちゃ定番の食べ方。そうなんだ、でございます。へえ、最高ですよね。最高だ、最高。うわでもいいね。うわうまそう。アメリカぽいなこのプレートやっぱりということで、はい、アメリカ本場のガチ BBQ 再現完成です。やったー、素晴らしい。よし、じゃあいいね。ありがとうございます。ありがとうございます、ご協力いただいて。食べましょうか。食べましょう。よし、これでディップしながらね、はい、よかった、はい、ジャックダニエルソース、はい、いただきます。いただきます。まずはじゃあそのまんま行った方がいいんだね、うん、そうだね、そのままいきますか。あーもうね、うわもうね、切るとかじゃないもん、もうこの本当だ、もうだから本当だ、なんか何引きちぎるみたいなさすごいわ、もう本当だ、美しい。なんか箸で食べられそうね、うん、ギリギリ繋がってるぐらい すごいな、うん、うわいいね、めちゃくちゃ輝いて、このバーク、この旨味もね本当に。いただきます。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまいね。これはうまいめちゃくちゃうまい、うん、終わってもいいかも、ね、めちゃくちゃうまい、この瞬間に。いや俺このさ、うん、今の今まで、うん、本当は焦げなんじゃないかって思ってたの、うん、分かるよ正直、うん、俺もそう思ってた、うん、思ってたね、うん、絶対に焦げじゃない、全然苦くない、うん、焦げの苦みないから、むしろ甘い。マジでこれだけ集めて食べられる。いやマジでうますぎ。でもこの肉汁すごいよね。すごいね、肉汁本当に美味しい。ビーフジャーキーになんか味は近いのかな、うん、そうだね、このスモークの感じが、うんうんね、ビーフジャーキーに近いというかね。いやうまい、こんな柔らかいんだ。焦げてるとこうまっ。焦げじゃないから、だから、ね、焦げって言うな。焦げじゃないです。ほらほら、はい、もうついに指摘が入ったついに声出しちゃったずっと我慢してたのについにめちゃくちゃうまい、うん、めちゃくちゃうまい。 Burnt ends、うん、食べてみる。食べたい、やりたい。それ焦げのみの食べたい。 Burnt ends、うん、焦げじゃないよ、だから言っちゃった言っちゃった俺が言っちゃった失礼しました、うん、この部分いきますね。これってめっちゃ贅沢な食い方なんじゃない。いや、そうだ、いやめっちゃ贅沢、ね、大トロ的なね、うん、いやそういうことだよな。うわこの部分ですよ。うわやば、この部分、これいただきましょうか。めっちゃ味するよね、この黒いとこ。する、うん、すっごいうまい味がする。そうよ、する、うん、どうぞ食べてみてください、これマジ。じゃあいただきます。本当に端っこのとこ、うん、いただきます。うん、うまいわ、うまい、うまいわ、凝縮されてる、うん、めっちゃ濃いわ。うん、この真ん中の方はさ、うん、肉汁ジューシー、トロトロ。そうだね。で、こっちはもうちょっとギュッとしてて、うま、ん、み凝縮肉みたいな感じ、うんね、ちょっとドライになってて、こっちの方が、うんうん、食えそうだけどね、8キロこれ俺ら3人で食べられるよ、マジで食えそうだけどな、うん、やっぱなんか食感とかはめっちゃトロトロになるまでやった、うん、チャーシューみたいなのに近いなんか感じするよね、うん、ホロホロで、うん、ホロっとしてほどけていく感じがね、うんうん、それになんか表面がすごいこうカリッとしてて、うん、スモーキーで、うん、バークの味の複雑さみたいなのがめちゃくちゃ美味しいんだよな、うん、そうだね。ビーフジャーキーに近いっちゃ近いんだけど、うん、なんかそれ
よりもなんかもうちょっとなんか、いやわかる、何か他のものがあって、それがすっげえうまい、甘み、酸味みたいな、なんかいろいろ感じる、うん、アメリカってこういう複雑な美味しさあるんだね。シンプルなこの、うん、ドカーンとかじゃないだけじゃないしょっぱいみたいなね、そうそうそう、バーベキューソース漬けでいきます。うまい、うまい、ジャックダニエル合う、合うね、うん、トロトロいいね、この感じで。このコーンブレッド、うん、これはコンブレット別に単体で食べる、単体でいっちゃって、単体でいっちゃっていい、うん、ソースめちゃめちゃ合うな、あ、めちゃくちゃ合うよね、うん、これ用だったのかな、うん、ジャックダニエル、いやそうだわ多分これありきなのか、うん、めちゃめちゃうまいよ、うん、こんな人はこんなもんだよ、うん、でもまあサクサクでいいよね、それでいいよ、ね、サクサクで美味しいね、うんうん、フラットに食べたら美味しいのよ、そうね、うん、ほんのりと甘みがあって、うん、そうだと思う、美味しいんですけどね、うん、バウントマウンテンのとこ食べたいんだけど、いやいいね、行ってみますか、うん、ここですね、うわこの部分ですね、うん、どんくらいがいい、ここ元から行っていいんじゃない、ここそうじゃない、ここがいい、いや、そうしよう、そうしよう、そうする、うん、いや、これはもうはい、行っちゃってください、これ超希少部位よ、そうだね、ここ美味しいだろうな、絶対うまいよ、絶対うまい、ハンバーグか、いや、行っちゃってよ、行っちゃった方がいいよ、マジ、うん、山い、丸ごと一個一個、これは、うん、マジでこのソース気に入ったから、うん、ちょっとつける、オッケー、ちょっとね、こんなもんね、うまいっすか、このいいぞ、この山脈、あそこにも山脈あり、確かに、うん、焦げ山脈いいぞ焦げじゃないよ、だからめちゃくちゃうまい、ね、焦げじゃないんですね、バークが熱い、はい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 、はい、そうだよね、うん、行ってみようかな、過去のさ、うん、このチャンネルでいろいろやってきた料理の中で、うん、マジで一番じゃない、うん、いやほんとそうだよね、いやほんとそう、うん、1位だよね、1位だと思う、うんうん、ちょっとだけつける、うん、このバーンエンズよりもジューシー、うん、でなおかつ化学反応がいっぱい起こってる、うん、なるほど、美味しい、ヒミンの普通のやつもね、俺すごい美味しいんだよね、わかる、そう思う、うん、日本人の感覚でも全然違和感ない系の味っていうかさ、すごい変な味がするとかじゃ全然ないじゃん、うん、めっちゃ食べやすいよな、うん、みんな好きな味だと思う、うん、俺個人的にこの上の部分が好きだわ、この下のレイヤーとこの上のレイヤーね、うんこの上のレイヤーが油がすっごい乗ってた、そうだね、そうだね、うん、下の方がギュッとしてるよね、そう、ギュッとしてる、うんうんうん、これ申し訳ないけども、うん、ひたすら食べてるよね、そうだね、もう何の展開もない、こっからそうだね、あとどう持って帰るかとかも考えたいなって思い始めてるから、うん、大丈夫、もういっぱいタッパーあるんでね、はい、もう3人十分持って帰れますからね、はい、これね、嬉しいな、うん、さっき、はい、シーズンにして、やいくっていうやったやつ、うんはい、あれも焼いてくださって、うんうん、そうですそうです、はい、それも後日、はい、それは私が持って帰るんでそれはもう、ね、あさって私ここに行くっていう、もう約束も裏でしてるんでそうね、もう大丈夫ですから、それはそうだね、はいはいはい、大丈夫です、もうそれ3等分してくれんの、あ、いや、まあこれが3分の1だよって、ね、うんうん、このぐらいが山ちゃん全然届くかもしれない絶対嘘じゃん、そうそうそう、あれがウェーバーの方に切ってもらった方がいい、俺じゃダメ、俺じゃダメ、切ってもらった方がいい、ウェーバーの方に切ってもらった方がいい、ウェーバーの方に切ってもらった方がいい、いやー、いや、美味しかったです、ね、美味しかった、ほんとにちょっとこれ、ぜひ皆さん持って言いたいんだけど、まあ、基本できねえわな、普通はね、そうだよね、やっぱでも、レストランとかでなんかやってるとこもあるんだよね、あ、そうそうそう、これも話ね、プロの方から聞いたんですけど、うん、ブリスケットって書いてある、うんところいっぱいあるんですけど、はいはい、割とね探せばいっぱいあるんだけど、うん、結構ね本当にこうやって何時間もかけてやってるところはないところもあるらしいんですよ、ね、ないところもある、ないところもだから、ね、ちゃんと見極めたいなって私は思ってるんですよ、ブリスケットってメニューに書いてあって、ここは本当にこの部位を買ってきて朝4時からやってんの、朝4時からやってんのかと、それ俺はそれが食べたいなとは思ってるから、なんでランチで提供できんだと、そう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 、何時に起きたんだと、そのキッチンのサイズでいけるかって俺はね思う時が結構あるんだよ、そうだそうそう、でブリスケットと言ってもちょっとこう違うやり方だったりとか、そうそうそう、偽物が紛れてると、そうそうそう、でももちろんちゃんと、うん、やってるところもたくさんある、ある、そう、たくさんあります、うん、そう、ぜひそこを探していただいて、ぜひ機会があったら食べてみてください、はい、ということで、はい、この動画を見てブリスケットめちゃくちゃうまそうだなと思ったらぜひ登録お願いします、チャンネル登録も合わせてお願いします、じゃあまたお会いしましょう、じゃあねー、美味しかったのはいいんですけど、うん、豆一回も触れないのよあのね、いや思ったんだけど、豆せっかく用意したの未来が見えたあってなる俺食べたんだけど、めっちゃ合う、あ、そうめっちゃ合う、なんか俺もう合うとかじゃないと思ってたうますぎこの企画的にね、そう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 、合うバーベキュープレートとかじゃなくて、そう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 、ブリスケットの素晴らしさみたいなね、そうそうそう、うん